した今日は。ね、楽しかった。よくわかんなかったけど、焼き芋食べたい。わかるよ。ゆみちゃんは？小松はなんかいなかったし、ね、焼き芋なんて雑巾だけど、ね、でも一気に食べられるのよ、びっくりしたけど、ね、自然なんていいと思いますよ、なんか仏教学校ですからね、うちの方も自然はあるんです、あ、そうですね、はい、でまず空気が綺麗なんですよね、はい、はい、ではね、このとちら艦隊に出てみたいという方はね、郵便番号107、東京都港区赤坂 TBS ラジオ日産キングルスわらべのとちら艦隊の係までおはがきたくさんくださいね。のママ、ええ、プレゼントはみんなで決めたサンダでしょ。愛が乗る余裕のゴージャスセダン日産スタンダ。ママ誕生日おめでとう。充実の LX サルーン新登場。若いハートの日産サニーからスカイラインにまた一つ新しい賞賛。権威ある自動車専門誌月刊自家用車主催の国産乗用車人気投票で上級セダン部門第1位を獲得。4年連続の受賞を受け1800の豪華特別使用車グランドハイサルーン記念価格で登場。ご用命はお近くの日産プリンスへ。水曜名物あなたがどっち？みんな開いてないですか。私どっち言ったよ、そういうことで。で、あのね、今日は電話でもね、あなたならどっちをね、あのこう募集してたんですけれどもね、皆さんね、本当にどうもありがとうございます。ではね、ハガキに行く前に電話でいただいたね、方からちょっと紹介したいと思います。はい、これは武蔵村山市の荒木氏です。ゆうみです。大学2年生の方からなんですけど、はい、倉沢あさみちゃんのプロフィールの部分で、はい、最初のセリフの部分を歌ってください。歌ってとか喋ってみてください。はい、平凡すぎる女の子、あなた嫌いですか？はい、と、歌った人はあつみちゃんの熱烈なファンです。はい、もう一つは、もう一つ何だと思う？これは難しいね。難しい。みんな食べてたとこまで全然考えてない。みんなで食べてたとこまで。ゆみちゃんの遠くのピーナッツだった。平凡主義女の子、あなた嫌いですか？二人好きな私、あなた嫌いですか？違うな。もう一つなんかありませんか？そうだ、そういう関係すること無理やり。そうだね、意味がないね。そうね、愛とかを読んでいる。愛とかを読んでいる、だから平凡までは一緒なんだよね。平凡を読んでいる女の子。女の子。正解は平凡を読んでいる男の子ですよ。そう。そう歌った人はただのミーハーですっていうことですね。はい、ね、はい、どうもありがとうございます。ということでですね、ハガキの方行ってみたいと思います。いいですか？埼玉県の蓮井直樹くん、16歳の方です。頑張ろうね。はい、チェッカーズのジュニアにハートブレイクの盛り上がりの部分を歌ってください。せーの、オーマイジュニアと歌った人はごく正常な人です。チェッカーズのファンのたまりちゃんなら高校であるでしょう。答えてますね。もう一つ、お前だーれだー。あーなるほど。お前だーれだー。そんな感じ。そんな感じ。そんな感じ。お前なんだだ。食べ物なの。食べ物、うん、そういう感じなの。でも、ゆみちゃんが言ったような感じ。おーまーまであってる。おー。食べ物。おまんじゅー。あ、何？何？おまんじゅーが食べる。あ、違う！おまんじゅーを食べる。あ、違う！おまんじゅーあげる。あげる？おまんじゅうが欲しい。欲しいんじゃなくて。ください。そんな丁寧な言葉じゃなくて。おまんじゅう。くれ。だから入っちゃう。おまんじゅうをくれ。おまんじゅう。え、何？おまんじゅう。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 そうそうそう。でもね、ちょっとね、と
当たった人はいつもホッペの中にお饅頭2つ入れているかなえちゃんの勲章です。どうやって当たっていくんですか？当たり前じゃないですか。どうやってそんな。これはひどいハガキですね。お目当て慣れてるくせに。でもこれはすごいですね。おを抜いてって言ってるのに、なんか。最初のおのあれかなとか思ったんです。抜いてって言ってるのに。でも合ってました。すごいね。では次です。これは愛知県の加藤浩一さん、よくくださいますね。はい、ワインレッドの心の出だしの部分を歌ってください。もっと勝手に恋したり。裏歌詞だな。と歌ってあなたはボーイフレンドがたくさんいるでしょう。あ、まあ嫌ですけどね、皆さんね。ね、はい、もう一つ。もう一つ。うんうん、もっと勝手にまで一緒よ。うん、もっとまでだけ。もっと、もっと、飯が食いたいなら食べたい。食べたいばっかり。食べたい。今夜食べること。もっと、もっと、もっと。ヒント、ヒント、田舎。田舎もっと都会に住みたいなぜか。皆さん、頑張ってよ。田舎。田舎でしょ？そうそう。もっと、もっと、空気に関係ある？関係ない。もっと、何？もっと、ダメだ。ダメ。もっと、稲刈りしたいんです。正解は、もっと勝手に恋したり。なんだ、そこだけしか変わってないんだ。そうだったら、タケノコ族を見て、殻があるヒーローになって、アイスさんのファンで勝利だって。そう。そう、タケノコ族見て、本当にびっくりしちゃった。感動して涙が出ちゃったでしょ？もう、歩けなかった、その場からね。うん、先週も言ったんだけど、うん。でもさ、田舎じゃないんだよね、ここで考えると。うん、九州。あ、でもうちはすごかったですよ。この前、次はね、福岡に。福岡に。帰ったらね、バレないっていう。いや、帰ったらね、なんか一世風靡のね、格好してね、雪の中をね、筋肉まで、筋肉まで手まで踊ってましたよ。え、だって福岡ですよ。福岡。え、どうして南なのに雪が降るんですか？あ、うん、福岡は降るんだよね。寒いんでしょ、寒い。日本海にいました。福岡はどこで？東京なんですよ。東京、あ、東京だから全然田舎とかないからね、寂しい。あ、じゃあ、たまちゃんと一緒だ。そうそうそう。はい。ということでですね、今日ね、あなたならどっち？みんな、頑張ってください。何だろう。はい。頑張りましたけれども、私たちはダメでした。はい。これは小松の勝ちでしたね。そうだった。はい。では、次はですね、長山洋子ちゃんの曲に行ってみたいと思います。リクエストたくさんいただきました。大田区にお住まいの鈴木和明さん。千葉県にお住まいの辰野茂樹君。世田谷区にお住まいの石橋敦史さん。千葉県にお住まいの安藤武智くん、横浜市にお住まいの山田大進くん、東京都日野市にお住まいの小宮山和正くん、そして北区にお住まいの会津隆さんがいただきました。たくさんのリクエストどうもありがとうございました。では、2月21日、今日何でしたっけ？あ、今日21日、あ、今日21日、今日発売だから買ってくださいね。ときめいて聞いてください。700円あなたをもし嫌いになれたら、ああどんなにいいでしょう。ああ坂道片言のやりとりで、今日もまたさよなら。見かけほど臆病じゃない、あなたに伝えたい。あなたに一人きりの部屋、幼さの裏側を覗いてほしい。
知るまでの私にはもう戻れはしないわ。ほのかな思いを背負うよりもこの窓を叩いて気まぐれに人を愛すほど生きすぎてないから乱れ波ため息で日産オースター1600、1800に豪華スーパーサルーン新登場。スーパーストーリー、スーパーサルーン。軽快快適スーパーサルーン。プラズマ CA 搭載、豪華に新登場。日産オースター1600、1800スーパーサルーン。ご用命はパルサー販売会社へ。速度無制限のドイツアウトバーン。サンタナの素晴らしい走りはこの道が作り出した。ジェントルな味わいはロマンティック街道の歴史を感じさせる。アウトバーンが鍛えた走りをロマンティック街道の香りが包む。フォルクスワーゲンの最高級車サンタナ。日産から。ご用命は日産サニーまたは柳瀬へどうぞ。おはがきレッド、有名人のお母さんと一緒85。誰だ今のは。遠藤さんです。違うよ、遠藤さんです。違うよ、はい、違ってたね。うん、でも誰だ今。誰だ今、ずれたのずれたのに。ずれたのに。いきなり伸びちゃった。みんな同じで出ちゃった。今わざわざ人のミスを言ってたの。はい、では早速行きたいと思います。はい、では一つ目ですね、これは群馬県の森下博之さんからです。田中久美ちゃんの場合、あ、久美だね、久美、はい、ただいま。母、あら、西川清さん、色こいでくださいました。ひでー。目がね、そうですね、ドキドキしてるっていう。でも田中くみちゃんとかね、あの、ゆみちゃんのね、目とか見てて、私なんかね、一人だから吸い込まれそうだね。あ、本当ダミアンの目してるって言われるんだけど。本当にダミアンの日に似てるでしょ。もう、それもちろん。誰誰ダイアナ。誰誰だってもらう。そう、うん、そう、似てるでしょ。あ、なんて感じで。うん。向こうで終わりだけど。横顔とかじゃない。あ、横顔とか。そんな姿じゃないよ。そんな感じ。はい、続いてはですね、ですね、横浜市港北区のスーさん。港北区ね。港北区って何でもないですけど。あ、違うんだ。え、違います。横浜市、港北区。だってこの人は港北区って金振ってんだもん。また間違えると思ってる。でも間違えたじゃない、ゲイに。ゲイに間違えた。広北区ですね。スザン、和弘くんですね。遠藤由美子ちゃんとお母さんの会話。スザン、津山じゃない。あ、ちょっと今。スザンって言うじゃん。スザン一行ってこう書いてあるの。ペンネームでね。ほんとじゃあ、みんな見てください。いいの見てください。いいね。そうよね。うん、ほら。どこ？え、どこ？あ、裏切り、裏切り、焼き物は足りないもん。ごめんなさい。はい、ゆみこちゃん。キャー、また遅刻だ。お母さん、制服着るのに2時間もかかるからよ。あ、今だね。あんなやらかして。でも遅刻はもう、プロですからね。誰？あたし。ゆみちゃん。あ、そうなの？遠いからだよ。からだよ、だけど。あ、横浜、この人近いよ。ちつるみく。あ、近い。地元だね。近い。私がね、こう、来るんですよ。で、途中にね、あの、24時間のね、こう、スーパーとかそういうのがあるのね。そうね、学校あるからね、うん、まだ行かないとかって遅刻してくる。そう、そう、そう。なんか、肉まんはね、学校で買うんですよね。
パンとかおにぎりとか買ってお菓子食べてる。そうそう。食べないよ。学校行ってから食べる。学校行ってから。そんな長い時間かかるけど。みんな膨らみを買ってくるの。ああ、全部たまに食べられちゃった。はい。